塗り壁は日本の九州北部に伝えられる妖怪の一種。夜道で人間の歩行を阻む姿の見えない壁のような妖怪と言われる。福岡県恩河郡の海岸地方の伝承によると夜道を歩いていると目の前が突如として目に見えない壁となり前へ進めなくなってしまうというもの。壁の横をすり抜けようとしても左右に どこまでも壁が続いており、避けて進むこともできない。蹴飛ばしたり、上の方を払ったりしてもどうにもならないが、棒で下の方を払えば壁は消えるという。大分県では動物などが起こす妖怪であるとして、同様のものが民間に伝えられている。1968年の大分県薄木市の薄木市団や、1986年の道県の 大分県市民族編において、歩行中に突然目の前が見えなくなる会議が、道県内各地に、狸の塗り壁の名で伝わっており、加賀寺町では、イタチの塗り壁と呼ばれている。狸がこれを起こすと金の王いっぱいに広げて、夜道を行く人の視界を塞いでいるともされる。これらの狸やイタチの塗り壁も、その場に座り込んで、タバコに火をつけて一服すると視界が開け前に、 進むことができるとされている。また、大分県南山部郡に伝わる民話によれば、塗り壁は、七曲がりという坂道に、小豆とぎと共に現れるとされており、夜に歩いている最中に急に目の前が、真っ暗になるものだという。正体は狸であり、人が着ている着物の後ろの帯の結び目に、狸が乗り、両手で人の目を塞いで視界を奪うので、 タヌキが乗ることのできないように帯の結び目を前にして、締めると、避けることができると言われる。水木しげるロードの塗り壁ブロンズ像、水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎では、主人公、鬼太郎の仲間として登場する。本来の塗り壁の伝承は一部の地方に限定されていることから、かつては、比較的無名の妖怪であったが、ゲゲゲの鬼太郎シリーズでの活躍を通じて一躍。 名が知られることとなり、インパクトある巨体と、おおらかな性格で活躍する動作の効果で、人気も向上し、好きな妖怪ランキングでは常に上位に、ランキングされている。ゲゲゲの鬼太郎での塗り壁が、相手を、自分の銅の中に塗り込める能力を持っていることから、平成以降の妖怪関連の文献でも、塗り壁は、自分の体の中に、 何でも塗り込めると解説されていることもある。2004年発表の SF 小説及びアニメ作品、ペトペトさんでは、塗り壁は、妖怪の美少女姉妹、塗り壁姉妹として描かれている。平成以降に多くなった、以前のような妖怪退治ではない、人間と妖怪との共存に主点を置いた作品の一、例であり、妖怪のような異形が、 キャラクター文化として成立した一例とも考えられている。忍者戦隊、カクレインジャー、仮面ライダー狂気などの特撮ヒーロー作品では主人公たちの敵キャラクターとして登場しており、本来の伝承をもとにしながらも外見や性格などに独自の味付けをされ、番組内容を盛り立てることに一役買っている。この他にも、 路上に出現して通行人の歩行を阻む妖怪に、ついたてたぬき、かやつりたぬきがある。また、中国には、鬼だっなどと称される、同様の妖怪が存在する。詳細は、それぞれの内部リンク先を参照。米国、ブリガムヤング大学のハロルド・ビーリー図書館が所蔵する、妖怪絵巻より、塗り壁の名が記された、妖怪が。参考、イネテーモッケロクより、 稲尾もっけろくにある壁の飼い塗り壁の姿は、漫画家、水木しげるが、妖怪画や漫画、ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターとして提供する、塗り壁の目と手足を持つ巨大な壁のような姿が一般化しているが、これはあくまで伝承をもとにした創作キャラクターであり、近代以前の絵画に、そのような姿を描いたものは確認されていない。 2007年8月、川崎市市民ミュージアムの学芸室長、湯本郷一の所有する、妖怪絵巻、化け物尽くし絵巻に、南部藩の御用絵師、かのゆ信が、室町時代の絵などを参考に制作したものとあるに、収録されている、妖怪画の一つが、塗り壁を描いたものとして発表された。本来この妖怪画は絵のみで、 名前が記されておらず、何を描いたものか不明であったが、2007年1月、アメリカ合衆国のユタ州にある、ブリーガムヤング大学のハロルド・ビー・リート書館の、エルトム・ペリー特別文庫が所蔵するハリー・エフ・ブルーニングコレクションの一つである、化け物の会の妖怪画と一致し、後者に、塗り壁と、名称が記載されていたことから名称が判明した。この、塗り壁の絵は、 どちらも三つ目の死しか犬のような姿の妖怪が描かれている。塗り壁の絵巻物の発表により一部のメディアでは江戸時代の絵巻にすでに塗り壁の姿があったと報道された。また、水木茂も貴重な資料として喜びのコメントを寄せている。以上のことを受け2007年以降に発行された妖怪関連の文献ではこの塗り壁の姿を 塗り壁の姿として採用している例がある。しかし、妖怪研究家の京極夏彦、忠勝美、村上賢治、この絵巻の発見を朝日新聞上で記事として執筆した同社の記者、加藤治村は、妖怪専門誌師、会史上での座談会において、この絵巻の塗り壁と伝承上の塗り壁が同一のものかどうかは不明と意見している。 性質などを含めた文献上の塗り壁の記録は昭和期の柳田国夫による民間伝承の採取が初出であるとされ名前が同じでも全く別の妖怪は他にも例があることから偶然に名前が一致したに過ぎない無関係の妖怪とする説や塗り壁の名を記した絵巻もしくはその名称のみが九州地域に流布し 通行人の目の前が塞がれるという会議に当てはめられ、民族語意として取り入れられた可能性もあるとの説も示唆されている。絵巻発表の4年後に、湯本が、会史上で、同絵巻を取り上げた際にも、絵巻物の、塗り壁と九州に伝承されている、塗壁が、同一のものであるかは特定されていない。江戸時代の妖怪誕、稲尾木家録の書本に描かれている絵の中には、 家の壁に目と口が現れて人を睨むという怪異の絵が描かれている。カノのシンの妖怪画などの発見される前は、この会異を塗り壁の素形なのではないかとする仮説もあった。ありがとうございます。